はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日は、札幌の愛のスコールマンゴーサワーという、チューハイですね。アルコール度数 4%、果汁が 0.6%、期間限定。原材料は、乳などを主原料とする食品と、マンゴーとウォッカと糖類と香料と酸味料と安定剤と黄色4号と赤色40号だって。なんだ、乳などを主原料とする食品だって。初めて見た。こんな初めて見た。乳などを主原料とする食品ってなんだよ。どういう理屈なんだよ、これ。マンゴー。まあ、いわゆるあれでしょうね。まあ、カルピス的な感じなんだね。乳などって。スコールって、カルピスサワー的な感じあるから。これうまそうやな。まあ、カルピスは俺大好きなんで。じゃあ、いただきます。カッピー。おー、うめえ。めっちゃ甘いけど。あ、これうまいわ。マンゴー。マンゴー味のカルピスっぽい。うん。あ、これは甘い。ただ、ものすごく甘いけど、えぐみもないし、美味しいっすね。うん。あ、うまい、うまい。あ、これは美味しいわ。あ、濃厚。めっちゃ濃厚やで、これ。これ、カルピスサワー。カルピスサワー、アルコール度数 3% ぐらいだから。カルピスサワーより多分、アルコール度数高い。うん。カルピスサワーがアルコール度数 3%。もうほぼジュース。うん。で、唯一高いのがカルピスサワー期間限定濃い贅沢ってやつが 5% ですね。まあこれでようやく飲めるレベルになる。その他全部、ぶどう味も、桃味も全部 3%。あ、うまいな、これ。ただアルコール度数 4% ってっていうのはちょっとあれだけどな。いや、これはうまい。うん。ほぼほぼジュースや、これ。この味ものすごい甘いですね。うん。ものすごい甘いけど、ただ、うまいなこれな。うまいなこれは。ああ、いや、これは、普通の、カルピスサワーの 3% よりか、アルコール度数 1% 高いんで、買う価値はあるっしょ。これはうまい。濃厚なんてだって、もう、あれや。マンゴー味がめっちゃ濃厚でさ。うん。
ただ、あわよくばアルコール度数、せめて 5% にしてほしいけど、まあ 4% か、まあでも、仕方ねえかな。でも、マンゴー味の、まあ、いわゆるカルピスってないっすからね。うん。ものすごい濃厚で、まあ、カルピスよか、ちょっと、なんやろうな、何が違うんやろうな。カルピスと味的に、ほぼほぼ変わらんけど、何が変わるか全然わからん。まあでも 4% なんでギリギリあれっすよね。アルコール感はちゃんとあるし。うん。あ、これはうまいわ。これたまらんね、これは。こちらが、2018年の3月の6日から8月まで、末までの期間限定となってますね。甘酸っぱい味わいとキレの良い後口の愛のスコールホワイトサワーにマンゴー果汁の柔らかな甘さを加え、乳製と果汁の組み合わせという愛のスコールブランドならではの味わいが楽しめるサワーです。ああ、マンゴーの味もめっちゃ濃いしね。もうなんか、すげえ。ふわーって、はっとくるような強烈なマンゴー味。これは、マンゴーチューハイとしても割とあれだね。割と、外せないですね。マンゴー好きな人、まあ、マンゴー嫌いな人間でも、まあまあいない。逆に探す方が難しい。マンゴーってさ、あれ一玉、あれ、1000円ぐらいするやろ。多分。1000円、500円とかするやろ、多分。せやから、あれやねんな。高級品で、しかもまあ、まずいっていう人もまずいないでしょ。マンゴーはうまいな、これな。うん。まあ、ちょこっとあれっすね。ウォッカとか加えれば、まあ、酒感アップするんで、それでまあ、あれっすね。絶対うまい。いや、これはうまい。このカルピスみたいな、この乳製品で、なおかつ、まあ、アルコール度数も 4% 高めで。まあ、高めではない。普通、ちょっと低めだけど。コク、甘み、香り、全部一つ星ぐらいのレベル。いや、これは、もううまいわ。5555、初かな。コクも甘みも香りも、カイドも五つ星って多分初ちゃうか。全部五つ星、マックス。マックス。で、5つ星ってなかなかない。それではご視聴ありがとうございました。